なに優れた技術でありましても広く世間にですね受け入れられなければですねイノベーションは起きません。先進技術を存分お楽しみください。人間にとって理想的なインターフェースって何か、一番人間が関わりやすいものは何かって、まあ、例えばですねそれは人間になるわけですよね。だから人間作るのがいいんです。だから全ての技術開発はどんどん人間らしいものを作るっていう方向に向かってるんです。